村上康春村上康春明治20年6月18日は、明治時代初期の自由民権運動家。10代半ばで活動家を志し、秩父自由党の象徴的存在で、実質指導者の立場にあったとされる人物である。武蔵国に秩父文化日野沢村に、豪農の子として生まれる。康春が幼少を過ごした、明治初年の秩父地方は、 山間部での厳しい自然環境にさまれながらも、農業主体の存落を形成しており、生トの生産を、生計の糧としているものであった。こうした、悪条件にあえぐ農民たちの日々を目の当たりにして国、連れ、自由民権運動に共感を抱くようになったと、言われる。折しも、明治十四年十月、板垣大介を初代総理として自由党が発足。これに伴い、 秩父自由党は、翌明治15年11月、群馬県南関羅郡坂原村出身、荒井海三郎の勧めにより中庭乱慶を第一号党員として、若林誠十郎を発起人とする二人によって、産声を上げる。荒井海三郎の住む常州のみならず、新州の各地方もまた、秩父と同等の過酷な産地農業地帯でもあり、 この自由民権運動は柴叩たたく間に広まり、定着した。安春は、この中庭乱イの屋敷近くに成果があった関係で、しばらく、乱イに支持し、秩父自由党発足から半年ほど経った、明治16年4月に17歳で入党したと、自由新聞は伝えている。安春は入党当初から、人を引きつける魅力と指導力があったと評され、 次第に頭角を表し、上下自由党の指導者である、宮部のオラにも認められ自由党、東京本部からも一目置かれるまでになり、交友関係を広げた。明治16年の秋に死である、乱刑が没しその後を継ぐ形で、秩父自由党の最高幹部の一人となり10人を超える党員を従えるなどし、明治17年には、幹事役となって、 自由民権運動を推し進めた。若い安春の評判はすぐに広まり、秩父自由党を象徴とする指導者として、カリスマ性を高め、多くの人望を集めた。そうした動きを時の明治政府は中止し、内務省の伊藤博文はじめ、政府首脳らによる、厳しい弾圧の手を強めた。その最なか、組織内において、密定潜入の疑惑が持ち上がり、 カンブラの震源において、上州の党員である、照山春蔵を粛清したという疑いをかけられ、明治17年6月、東京で逮捕される。直後、秩父では、民衆と政府との間で、秩父事件が勃発、多くの同志が命を落としている。3年後の明治20年1月、当時10代であったということを考慮され、無期時計の判決を下されて、 浦和監獄に送られたが、同年6月18日、国内で没したとされる。その死因は現在まで明らかにされていない。ありがとうございます。